ここは一体どこっすか？ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドだよ。よかった、そうなんすね。ルンルンスン。ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド、ラブライブサンシャイン、アクア黒沢ルビー役の振畑愛です。桜内梨子役、相田梨花子です。ここからはラブライブスーパースターイエラのメンバーと一緒にお届けしたいと思います。それでは自己紹介をお願いします。皆さん行きますよ。ハンバーグもいい。ふぅ、ありがとうございます。渋谷カノン役、サイリンこと伊達沙莉です。よろしくお願いします。サイリン、続いて、はい、皆さんこんばんはす。こんばんはす。ここは一体どこか？ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。そうだったんすね、教えてくれてありがとう。はい、ありがとうございます。桜小路きなこ役、のんちゃんこと鈴原のぞみです。よろしくお願いします。お願いしまーす。ということで、ハイテンションな感じなんですけど、ラブライブスーパースターリエラちゃんからお二人来てくれました。はい、うん、もうお忙しいリエラちゃん、今ちょうどね忙しそう。そう、うん、まあ、この後メールでもご紹介するんですけど、サーブライブツアーのマジリハーサルの真っ最中だと思うんで、はい、そんな中来ていただいたわけなんですけど、いやのんちゃんとリカ子は番組的には初絡み、前回もあ、そっか、そう、初登場の時に、ね、そうなんですね。じゃあまたいろいろお話できればなと思っておりますので、はいはい、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは早速ではあるんですけども、番組に届いたメールとおはがきをご紹介していきましょう。はい、じゃあまず私から読ませていただきます。ラジオネームしげのぶさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ついにリエラサードラブライブツアー Wii ビルの開始まであと8日ですね、うん、私は宮城公演に参加させてもらいますが、人生初の仙台なのでとても楽しみです。2期生が加入してから初のナンバリングライブということで、サヤリンとのんちゃんの意気込みや注目ポイントを聞かせてほしいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうサードライブツアーですよ。そうなんですね。早いで、またツアーっていうね、ありがたいです。本当に 1,2,3,4,5,6,7 箇所。そうです、そうなんです。で、今年から来年にかけてのツアーで、ね、のんちゃんは初だもんね。そうなんですよ。いやー、ドキドキだね。ね、え、なんか体力作りとかやってる、個人的に。やってますね、結構、うん、ランニングだったりとか、うん、体幹とかもやってはいるんですが、ちょっとまだ体力追いついてない気がしちゃって。でもさ、ステージに立つ機会は結構何回か、ね、テレビ収録だったりとか、うん、ね、イベントだったりとか、うん、ね。いやー、頑張ります。みんな優しいから。いよいよなんですよ、ビールね。うん、で、宮城からスタートって言って。うん、はい。思ったんだけどさ、ね、3月のベルーナさ、寒くない？いや、すごい寒いって聞きますよね。きますよね。ね、今年寒かったよね、私たち。寒かったね。そうだね。そうだね。3月だった。どうしたらいい、良さそうですか？はい。でもみんな聞きたがっていて、これは。私たち T シャツやったもんね、最後。あ、T シャツの子もいたり、あとはまあ、なんかこう、みたいなの着てた子もいたけど。でも、お衣装的にね、私たちアンコール T シャツだったけど、うん、もう気合いしかないよね。まあ、あとなんかベンチコートとか用意してもらって、ギリギリまで着て、ギリギリまで、あと北海道とか、うん、でも貼っちゃうと暑かったりもするんだよね。そうなんだよね。ちょうどいいところがあって。そうなんですよ、ね。だったりもするから、ね、あったかいといいね、ちょっとでも。そうね。そう、3月なので。でも初めだよね、4日使ってね。そうなんですよ。もっと体調管理、ね、埼玉入るとさ5度ぐらい気温低くなる気がしない、うん、なんか体感ね、体感、うん、体感、あれ寒みたいな、まあ、会場ごとにそれぞれありますけど、テレビアニメ2期を終えて、うん、で2期生が加入してのサードライブツアーだから、うん、よりパワーアップしたパフォーマンスが見れると思うと ね、楽曲も増える、うん、増えてるだろうし、そうですね、楽しみだね、あんな曲やこんな曲も、うん、リハの雰囲気どうですか？もうリハの雰囲気後半だよね、でもね、そうですね、つまつまで、でもなんか結構2期生の子は結構、なんて言うんですかね、うんうん、あの
なんかこうみんなをまだ知らなかった時だったので、あの、リハでどんな感じになるのかなってちょっとこう様子を伺ってたんですけど、結構みんなやってやるぞみたいな。タフだ。タフな感じで。出た、2期生特有のあのテンション。本当に。いいね。私たちがなんか、あ、なんかついていくよみたいな。逆に、1期生。すごい、たくましい。面白いよね、関係性。見てくれるのがすごい嬉しいですね。9人で、だから、ね、はいはい、フォーメーションだったりも、ね、まあ、徐々に徐々にいろんな風にできるようになっていくわけじゃない？で、まあ、アニメの見てたら、あ、これも、あれも、とかって、どういう風になるの？ね、そうですね。すね、背取りとかいろいろ多分気になるかな、ね、とは。お衣装もね。ね、そうですね。そうですね。たりもするよね、はい、でさっきあのミュージカルの方たちのお話してたんだけど、うんうんうん、ミュージカルチームも稽古始まってて、はい、でなんかみんなお芋とチーズが、うんうん、なんか今みんなお芋とチーズ言ってた、結構好きでハマってて、今ハマってる、なんかみんな共通でなんか好きなものとかって、リハの時になんかこれ食べてるなとかってある、味噌汁飲んでますとかなんか迷ったけど、なんかココでもいいけど、そうそうそう、うん、そうですね、芋かな、あと芋、のんちゃんがこの間欲しいもを持ってきてくれる、はい、みんな欲しいも食べてるの、本当そうですね、似てるのかなみんな、なぎちゃんはなんかお芋好きっていうの結構、はい、うん、そうですね、よくね聞くけど、なんか最近リエラに芋がこう流行ってきていて、お再ブームですかね、またね、そうですね、また1年回ってまたみたいな時期的にというか、そうですね、なんかリハの時絶対にこれ飲んでるとか、絶対このお菓子持ってるとかある、私はでもお湯を持ち込もうかなと思うようになりました。大事だよね。喉ね。なんか、そうなんですよね。なんかお水、普通にこう常温とか飲んでたんですけど、お湯を摂取した時の、あの、染み渡っていく感じが、あの、リラックスできるんですよね。あ、ね。張り詰めてるとちょっと一息置きたいなっていうのは。あったかいの大事だなと思います。いいね、なんか結構、イヤモニ？モニター周りとかってみんなどんな感じ？なんか慣れてきた、大きい会場にどんどんなってって、みんなどんな感じかなと思って。まずそもそもその、うんうん、今まで私の場合は5人でやっていたので、うんうんうん、聞こえ方が9人になると全然違うんだよね。あの、サビで重なる部分とか、なので、そこの調節とかをすごく今、こう、みんなで一緒に頑張ってやっている感じなので、逆に2期生は、それが初めてなので。その作業ね、お兄さんって。そうですね、なんか、今の、リハでは大丈夫なんですけど、うん、会場に行ったら全然、環境変わるよって言われて、それにめちゃめちゃビビってます。環境がね、会場の方が歌いやすかったりする人そうなんですか、お客さんがこう吸ってくれたりして、吸ってそう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 、なるほど、環境がね、うんうん、そうそうそう、あったりもするし、頑張りたいですね。ね、ちょっとそういった技術面だったりもね、一期生はまた先輩ですから、はい、どんどん教えてあげて、教えていただきたいです。頑張ります。ありがとうございます。ね、ところでございますけども、はい、楽しみですね。ね、そうですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。のんちゃん行きましょう。はい。ラジオネーム、しみたかさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。先日、のんちゃんのふるさとである宮崎県に旅行に行きました。いいね、せっかくだったので、のんちゃんが宮崎名物として紹介していた、なんじゃこら大福を食べてみました。大福の中に、いちご、栗、クリームチーズが入った大きな大福で、まさになんじゃこらーとなりました、うん。クリームチーズとあんこの相性も抜群に良かったです。美味しいものを紹介してくれてありがとうございました。食へのこだわりが強いリエラの皆さんが、これから始まるサードライブツアーで日本各地の美味しいものをたくさん食べて、元気に走り抜けられるよう応援しています。とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。こだわりが強いリエラちゃん。になった初耳、うん。あ、そうなんですか。そうなの？なんか、食べ物の話しかしないんですよ、MC 中に。あ、ほんと？いや、もうでも、これはちゃんと訳があって、というか、あの、ファーストライブツアーでもいろいろ、いろんなところに回らせていただいて、やっぱりこう、その土地のご当地を食べるのが本当に楽しみで、私たち。絶対あの、サードライブツアーでも、もう食べてやるっていう、あの、覚悟で行くので、すごく楽しみなんですよね。なるほどね。せっかく行ったならさ、美味しいの食べたい、ね。食べたいんですよね。よね。グルメ。グルメなんだね、みんな。だってもう、しね、ファーストライブめちゃくちゃいろんなとこ行ってたもんね。私たちは多分詳しいと思うよ。いやいやいや、ね、そうだね。ツアー回ってるわけだからさ。うんうん、
すごい。みんな行きの新幹線でなんかスマホいじったりするんですけど、なんかリハ映像とか見てるのかなって、もちろんそういう子もいるんですけど、結構みんな多くが何お土産買おうかみたいな、はい、いいね、よかった、そうなってくれてよかった、ね、楽しんでくれててよかったよ、私は駅で絶対これを買うんだっていうみんなスクショ撮ったりとかしてて、ね、そう、あ、宮城のおすすめ品ね、この間の、そうそう、のんちゃんはこちらのなんじゃこらをね、紹介してくれたけど、宮城名物は、宮城はそうですね、もう本当にいろいろあるんですけど、やっぱりあののんちゃんはそれこそ宮城がもしかして初かもしれないということなので、はい、ね、もうぜひもう仙台という土地で、あの牛タンは絶対食べていただきたいですって、うんうん、あのライブ始まる前、始まっ、あの終わった後も食べてほしいです、あの牛タンで塩分を摂取していただきたいなと思いますね。食べたいな。牛タンはね、一回そのイベントで宮城行った時に、牛タンの熱さがもう尋常じゃないの、え、これこのお値段で食べられるんですかみたいな、すごい、めちゃくちゃ美味しかった。うわー、ありがとうございます。っていうなったらね、食べたいよね、食べたいです、食べてほしいの、もうね、そうなんです。食はね、いっぱいあるので、ね、なかなかお外に行けるタイミングがないから、やっぱりこうね、会場のケータリングでどうにか、美味しいものをしていただいて、思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、皆さんたくさんのメールをはがきありがとうございます。ありがとうございます。それではリエラちゃんのお二人からラブライブスーパースターの情報をお願いいたします。はい、ラブライブスーパースターはテレビアニメ3期の制作が決定しています。そしてリエラの3期生の一般公募オーディションの開催も決定しています。こちらのエントリー締め切りは来週水曜11月30日までとなっております。ほい、ね、もう一般公募オーディション、はい、ちょっとね、そうなんです。今日あのね、こちらのスタジオに遊びに来てくれたお二人はこの一般公募で、はい、合格してラブライブシリーズにっていうので、そうなんです、ね、本当に夢を一緒にね、叶えていける仲間をね、これからっていうのなので、皆さんぜひぜひ11月30日までですよ、はい、まだあります。はい、続きまして、はい、そしてウィーン・マルガレーテが歌うテレビアニメラブライブスーパースター2期第3話挿入歌、第10話挿入歌、バタフライウィング、エーデルシュタインが11月30日に発売されます。セブンネットでご購入いただくと限定特典としてエルバンブロマイドがついてきますので、ぜひチェックしてくださいね。以上、ラブライブスーパースター情報でした。それではここで一曲お届けしましょう。今回お届けする楽曲はテレビアニメラブライブスーパースター2期オープニング主題歌、リエラで We Will です。もうイエイ、サードライブツアーのタイトルですから高まりますね、はい、もう一箇所目が12月3日からですよ、スタート、はい、皆さんぜひぜひ楽しみにしながらこの楽曲を聴いていただければなと思います、はい、それでは改めて曲紹介をお願いします。はい、リエラで We Will。来ましたのはリエラで We Will でした。月に1回日本放送から全国ネットでお送りしているラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。この後11時台はラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から大阪雫役前田香織さん、ショーランジ役宝本明奈さんが登場。3校合同トークコーナーもお届けしちゃいますよ。お聞き逃しなく。リエラのメンバーにはまた後ほど3校合同コーナーで登場していただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。